こんにちは、森崎有志です。今日は私の大好きな二郎さんの個展が開かれるということで、レセプションにお邪魔しました。ね、重いね。お越しいただきましてありがとうございます。基本僕の作品っていうのはあれです。書きたいと思ったもの、なんかこの一個一個のなんかこういう作品にテーマがあるわけではなくて、こういうことやったら面白いなとか喜んでもらえるかなとか、そういうのが全部作品の、スタートになってます。でこれも今日なんかやってほしいって言われて、どうしようってなって、3日前にたまたま猿を見たので、猿でいっかってなったんですね。でちょっとなんかもうちょい言うと思ったんですけど、字を揃えきれるんじゃなくて猿じゃねえかみたいなツッコミが欲しかったなヒロさんまた会いました。やったー。そう動画なんです私。またいつも私が使っているハタムジェル、はい、これすごい問い合わせがすごくて、どこで売ってるんですかってすごい来るんですよ。すいません。でまだサイトあれですよね。そうですよ。もうじき誰でも買えるようになりますらしいので、はい、ちょっとぜひ皆さん使ってください。本当にあれいただいていいですか。どうぞどうぞ。またなんかいつもいただいて。いろいろねこれからこういうタトゥーシールとかも。これもタトゥーなんですか。そうそうこういうタトゥーシール。すげえ。これ全部ね。もう本当にリスペクトなんですけども。あやばいやばいです。私こっちはハロウィンに使ったんですよ全部。もうキズメイクの全部使ったんですけど、これは初めて。今から夏に向けてこういう。これはやばい。これラインストーンとかつけたら超可愛くないですか。上から。でしょ。あ、出た、やっぱ考えること一緒だったやばいかわいいやばいであとはハタムジェルを使わなくてもいい、まあ例のねいつもこれちょっとまたそうですこれ全部私買ったまた変わったの嘘ね傷ごとに分けた変わってるのなんかこれとか増えてる気がするそうです全部コンプリートしたんですまた出しちゃったんですか全部コンプしますありがとうございますよかった逆におめでとうございますこれからもありがとうございますまたしちゃいましたけど今日は本当に足を運んでいただいてありがとうございましたでこれから本当になんかこういう方も皆さん多分もらったかわかんないですけどいろいろ面白い商品とか出していくのでこちらもちょっと注目してもらえると嬉しいですでこれからもなんか、アーティスト活動でいいのかな、なんか自分の仕事とは別に、自分がこう発散したいこういうなんかものづくりの、ね、思いっていうのをこういうふうに作品作ってこれからも続けていこうと思うんでまたこういう機会があればぜひ見に来てもらえればと思います。はい、すいません今日は本当にありがとうございました。ということで今終わりました。ハタムと二郎さんこれからもよろしくお願いします。ということで森崎有志でした。バイバイ。チャオ。Twitter、Instagram の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次回もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。